目標なんかこうわからない。ママに怖がってた後ろの自分が現実を今にうつすいくつもの空を描いた。ここはきっと儚いところ夢だって高く飛んで体はどんな不安な時も振り払っていく眠る小さな想い広がり出して傷弱い私君がいれば暗い世界強く揺れて長い夢見る心は導く光に触れれば全て思い出してかけがえのない大切な今をくれる目を閉じ世界を知ったそれはいつも温かいのに扫墓吗？有吗？有吧？应该都有。那这首就是献给就是有去扫墓的大家的一首歌，然后也是大家童年回忆之一这样子。对，那然后这首歌就是我有点不太熟，所以等一下看到我在看歌词，就是希望大家不要笑。哎，那就话不多说，接下来第二首歌曲。
では聴いてください。オーバーソウル。世界一が誤差している今ただ積んでるこの世界で命が生まれ私続く繰り返される営みとなったこんなもんと陽気な時夢は力をなくすもう一度生まれようこの場所で先のその奥で夢が息づいてる重なる力を信じて先のその奥に夢が生きている見極めろ全てを振り上げた勇気は奇策ダメじゃない引き合う絆で呼び覚ませ鮮やかに欲張をなくし彷徨っているその魂を癒す力は心の動く静かに鼓動を刻んでいる持てる力全てぶつけ涙を流すのなら選ぶべき道は君を待ってる見失った今と取り過ぎた過去も挟まで諦めるよりも目をそらさずにここから始めよう見極めろ明日を誰かに見せつける勇気を抜き捨てて素顔に戻ろう呼び覚ませ鮮やかにその奥で夢が息づいてる重なる力を信じて先のその奥に闇が潜んでいる見極めろ全てを振り上げた勇気は奇策ダメじゃない引き合う絆で呼び覚ませ鮮やかに The Zombie可以去那边看一下摊位，参考一下。那今天虽然是儿童节主题，但我的服装，就是我的那个人设是内心是儿童的高中生这样子。对，那还有什么要讲？应该差不多。好，那就接下来第三首歌曲，大家聴いてください。愛はほの。
尽くす彼を変身悪魔争いすれ違う心一つになりたい最后一首歌曲了，还有什么要讲的？如果说就是想要 follow 我的就是民众没有观众们，就是可以在 IG 搜寻 SASASASNOW， 然后 FB 的话是沙雪 Sayuki SAYUKI 这样子，对。那明天的沙雪就是在这边也会有表演，希望大家也可以过来看，大概是在4点多的时候。那就接着最后一首歌曲，では聴いてください。瞬間センチメンタル。明日初のね約束が今日も僕らの未来を奪おうとする。欲しがっていたものを手にしても素直にうまく笑えないのはなぜだろう。溢れる涙は弱さや誤解じゃない、痛みが生んだ。Yeah.
度も寝たい心の地雷スイッチは引いてない。変わらない未来壊した、いつも僕を見れる愛子は誰のディッカー。くだらないと人に笑われるも、キラキラなおさら輝くのはなぜなの。何が本当で嘘か理屈じゃなくて、感じていたい心で、きっと愛情なんて幻想だってごまかしたくないよ。傷ついたとしても分かり合いたいと強く願うほどぶつかる结束之后就会改名这样子，对，那以后就是再请大家多多指教哦，谢谢。那接下来还有就是跌倒跟新闻两个非常优秀的那个歌手，那就是可以好好期待一下他们的表演，谢谢。